増田俊雄の逆手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田俊雄先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生、よろしくお願いいたします。はい。さて、先月28日に行われた金融政策決定会合の後の記者会見で、日銀の黒田総裁との記者とのやり取りについて先生、詳しく教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。そうですね、まあ、ちょっと前のお話なんですが、この記者会見は、私実に興味深く、やり取りで一部始終、見させていただいたんですが、そんなことを言うと生意気だったんじゃないかすいませんが、ちょっと笑っちゃいましたんですよ。というのはですね、いろいろ質問があったわけですが、記者会見ですから記者が黒田総裁にいろいろ金融政策のことについて質問するわけですが、その中でですね、2つほど、私が関心が持ったというか、いいことを質問したなというのがありましてね、一つは、そもそも日銀がですね、この金融緩和に踏み切ったのは2013年の4月の4日なんですよ。でそして、この時黒田総裁が異次元緩和と、異次元という言葉を使って、これが非常に印象的だったんですね。そしてその時にインフレ率、つまり物価をですね 2% 上げると、これを一つの目標ターゲットにすると、そのための金融緩和だという話だったわけですね。その時確か270兆円でしたかね、なんかの数字を出されて、金融緩和の規模、量的金融緩和の規模の話があったんです。いずれにしてもですね、このターゲットを掲げて、その時ですね、自信満々で、2年もすればですね達成できると、2年という数字をはっきり言われたわけですね。2年、2年経ったらですね、どうなったかというとですね、まるっきりその成果はなくてですね、 1% にも満たないという、そういう惨々たる結果でありまして、そしてまた次また次ということで、とうとう今日まで8年半も続けてるわけです。で、理由が何であれかんであれですね、天下の日銀の総裁なんですから、しかも異次元金融緩和だなんていうユニークな言葉を使ってですね、スタートした以上、やはりですね、結果を出さなければこれは失敗なんですね。何が起きたとか、最近ではコロナが起きたということ、あれやこれや理由はいくらあろうともですね、政治でも金融でも経済でもそうですけれども、指導者はですね、目標を掲げて、そしてそれなりのですね、資金投下をして、そして進んだらですね、やはり結果を出さなきゃいけない、結果が出なかったら失敗なんです。責任を取れと言ってもですね、辞めることぐらいした責任は取れないんでしょうけど、いずれにしてもですね、目標を掲げて、それが成功達成できなかった場合はですね、辞める、責任を取って辞める、あるいはですね、その目標が達成されなかった原因はどこにあるかということをつまびらかにして、そして、何事も遅すぎるということはないわけですから、失敗の原因が分かったら、今度は失敗しないようにその原因をよくわきまえて、新しい政策にその専念すると、こういうこと、これが責任ある立場の人がやるべきことなんですね。生意気なことを言いますが、そうだ、そうだ、28日の記者会見で記者の方がこれ失敗じゃない、失敗という言葉を使ったんで、私大したもんだと思いましたけど、ああいう偉い人の前であなた失敗したんじゃないですかってなかなか言えるもんじゃないし、
そういうことを言うと後で嫌われてですね、いろいろあまりいい目には合わないと思うんですが、まあ、しかしなかなか勇気のある記者の方がいます。全くその通りなんですよ。この金融緩和というのはそれで言うとですね、カンフル剤なんです。カンフル剤というのはその非常に痛みがある体にですね、まあ、頭痛でも腹痛でも何でもいいですが、まあ、腹痛にしましょうか。腹痛でお腹が痛くて痛くて、もうその全抜刀だと、こういう時にですね、この痛みを止めるために伸ばすのはカンフル剤、痛み止めなんです。で、この痛み止めを飲むとですね、確かに痛みは止まるんです。しかしながらその痛みを起こしている原因を治すものではない。ここが大事なんです。金融緩和っていうのはカンフル剤なんです。痛み止めなんです。決してこの痛みの原因をですね、治すものではない。ね、痛みが、感じられなくなったその間にですね、急いでこの痛みの原因を突き止めて、そしてそれを手術するなり治療するなり何なりかんなりしてこれを治さなきゃいけない、そのためのカンフル剤。カンフル剤をですね、8年半もですねずっと続けていること自体がですね、もうとんだ間違いです、ね、だから今までが全部間違いでこれから先も全部間違い、それをまあ手術したおっしゃるというとまた怒られるかもしれませんが、平然としてですね、何も間違いはないと、金融緩和をやった方がやらなかったより良かったんじゃないですかなんていうことをですね、堂々と記者会見で言う人の私神経がわからないんですが、まあそんなこと言っても始まりませんが、まあこれはですね、私が言うまでもなく失敗なんです。ですからそのなんで8年半もかかってこれだけのお金を吸い込んで緩和をしてゼロ金利にしマイナス金利にし、それでもそのインフレが達成できない、どこにその原因がある、簡単で子供でも分かることです。日本は供給過剰なんです、ね、ですから公共投資を盛んにして内需を拡大して需要と供給のバランスを取るところへ持っていかなかったらダメ、これがこの痛みの原因を治す唯一の方法なんです。だから財務省と日銀が手を組んで、ね、そして、内需拡大のためにどんどんとお金を吸って、今吸ったお金はみんな株式市場か不動産に行って終わりです。そうではなくて本当に内需拡大して国民の需要を喚起して、ね、そして、企業は設備投資をする方向に行って、そこで初めて需給のバランスが取れて物価が上がっていくという、これ子供でも分かることなんです。それを8年半もかかってまだ同じことをやってですね、これから先も続けていくって言うんですから、私は本当に日銀の黒田総裁の神経を伺いたくなるということなんです。こういうことを放送で言うとですね、けしからんということで、もうああいうやつにですね、放送させるなという声も多分起こってくると思いますが、間違いは間違い、それを私も覚悟の上ですね、間違っているということはリスナーの方も一日も早く知った方がいいですね、そしてそれを正すにはどうしたらいいか、これしかないということも知られた方がいい、ね、そういうことがだんだんとですね、指示をしていらっしゃる政治家の方、あるいは皆様方を代表する方々に伝わっていけば、やがて、黒田総裁もですね反省されて、この間違った金融政策というものを改め、それは日本の経済のためになる、こういうふうに思っております。今日は大変生意気なことを申し上げましたが、お詫びしておきます。はい、増田先生どうもありがとうございました。はい